友部知識認定コーチの西村です。本日は西村さん、なんで自転車ツアーの写真、イタリアの2012年の時はジェームス・スキナーさんの写真公開してたのに、2013年のヨーロッパツアーの時には写真公開してないんですかっていう話なんですけど、だってツアーの主催者の人からジェームスさんの写真載せるなって言われたんですもんっていうことなんです。なんでかって、まあ、ジェームス・スキナーさんって有名人じゃないですか。だから、私の宣伝にジェームスさんの写真使うと、私がジェームスさんを利用してることになっちゃうからできないんですよ、という単純な理由です。友部知博士の写真はいいんです。私友部知博士の弟子だから、そういう立場でコーチングしてるから、まあ、それはそれでいいんですけど、でもあんまり私そういうなんていうか芋づる式にじゃんじゃんそんな写真使うタイプじゃないもん、ということで、なんかウェアとかの、そのジェームス・スキナーってロゴが入ったそのジャージとかも写真使ってくれるなっていうお約束でツアーに出てるので、だから私のあんまり自転車旅行の写真って出てないんです。という理由です。北ヨーロッパの自転車ツアーの時はカメラマンの方同行してて、すごい綺麗な写真たくさんなんですよね。で、イタリアの時の写真も、その主催者のメリメロさんの主催者のカツさんがすごい写真上手なんですよ。だからその勝さん自身が撮った写真がめちゃめちゃ良くって、私イタリアの写真ってなんか構図的にすごいなんか好きな写真多いんですよね。なんかみんな笑顔だし、だからちょっとなんか私ワードプレスとかのブログとかをちゃんと綺麗にするときに、その時の写真今結構過去ログに埋もれちゃってるから、もっと出していきたいなって、本当はなんか皆さんのご要望が強いから思うんですけど、まあちょっとお待ちください。ブログの過去ログとか Facebook の写真とかにそういう昔の写真載ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。本日は以上でした。